はいどうも、トルです。ということで今回ですけども、東京で一番アメリカンな場所、福生にて古着や雑貨屋巡りしていきたいと思います。まあ本当だったら行く前に話したかったんですけども、僕実はもう行ってきてるんですよね。はい、まあちょっと実際にちょっと見てもらいましょうか。はい、何やらでかい袋とかいろいろ出てきましたけど、はい、こんな感じでですね、はい、たくさんショッパーが今ここにあるんですけども、すいません、あの整理しますと、僕今この動画撮ってる僕は行ってきた後の僕なんです。プッサ行ってきました。で、この動画をね作るにあたって、もう最初のね行く前のその何もわかんない僕がオープニング撮るべきだったんですけども、朝時間がなくてそのままね目的の福生に行ったんですね、昼頃に。でまあ動画撮り終えて、でその動画撮り終えたこの次の日の僕が今喋ってます。はい、ちょっとすいませんね、時系列的にややこしいと思うんですけども、とりあえず今の僕だからこそ言えるんです。このオープニングはめちゃくちゃ福生良かったです。もうこれが物語ってるでしょ、この買いっぷりが物語ってると思うんですけれども、めちゃくちゃ良かったです。本当はね2万円ぐらいかな、買い物するとしたら存在かなと思ってたんですけども、5万円ぐらい、福生に落としてきました。めっちゃ大満足してるんで、ぜひ、ここからね僕がどんな風にこの福生という街にのめり込んで、どんなお店で買い物してきたのか皆さんに見ていただきたいので、ぜひ最後の方までご視聴よろしくお願いします。それではどうぞ。こんなケースがいい。クリームやばいね。やばい。うまっ。はい、早速福生着いたんですけれども、腹ごしらえは今終えました。このねミントモーテルさんで、美味しいねパンケーキ食べてきました。福生着きましたってやる前にね、もう腹ごしらえを終えたっていうそういう状態なんですけど、早速ねあるものを買いました。今回はこのねアメリカンな街で、なんだっけ、福生ベースサイドストリートだで、古着屋さんと雑貨屋さん巡っていきたいと思います。はい、着々とお買い物が進んでいるんですけど、これまだね、雑貨しか買ってないんですよ、雑貨。僕今日はね、秋物、ヴィンテージ古着探しに来てるんで、目当てのもの全然買えてないんですけども、そろそろもうね、もう片方の腕も塞がっちゃいそうな状況でございます。もう両手パンパンになったら、もういよいよカメラ回せなくなっちゃうんでね、
はい、ちょっと制御しながら買い物したいと思ってるんですけども、今回ヴィンテージ古着秋服を探しているので、まあ、この後フッサでね有名な古着屋さんとかも紹介しつつお買い物できたらなと思っております。楽しいです、めちゃくちゃ。はい、この曲この曲は似合うと思う。フィフティっぽい、めっちゃロカビリーって感じ。超レイヤー素材だし、キリクラニットがやばい。本当だ、これ着たらジェームズ・ディーンになれる。あるよ、ジョニーデップ。はい、フッサー一日回ってきました。雑貨屋さんとかね、古着屋さんとか、ご飯屋さんもたくさんあるね、そんなアメリカンな街なんですけど、まあ、最初に言ったベースサイドストリートっていうところが、そのなんか米軍基地でなんちゃらかんちゃらみたいな感じで、まあ、とりあえずもう US フォースの何々とか、もういろんなお店がもうアメリカ関係のものがたくさんあるような街並みでめちゃくちゃ楽しい場所でした。で、今ここにいる場所っていうのが、デルタイーストっていう場所で、まあ、こうやって広場になってるんですけど、日中はなんかハンバーガーとかピザとかそういうご飯系のものをね販売してる場所らしいです。ちょっと夜に来ちゃったんでやってなかったんですけど、
人が誰もいなかったんでちょっと場所をお借りして今休憩してる、そんな感じです。とりあえず今日はね、収穫がめっちゃ大量にあります。もうほぼほぼ雑貨なんですけれども、まあ一着ね、ヴィンテージの、まあ、ちょっとスペシャル系のアイテムも買えたんで、後日、その動画購入品紹介として買ったもの全部紹介していこうかと思いますので、ぜひそちらも、ご覧ください。そんな感じで、めちゃくちゃね、東京でアメリカを感じられる、そんな最高な場所でございました。皆さんもね、気になった方よかったら遊びに行ってみてください。そんな感じで、今回の動画は以上になります。よかったら評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。次回のところでお会いしましょう。ではまた。